皆さんどうもこんにちは、キンバです。今年最後のね、キンバさんですね。今日はね、何を語ろうかなって言うんだけどね、俺思ったんだけどね、俺の周りほら役者で誰も成功してねえけどさ、とりあえずね、今から役者を始めようと思ってる方はね、YouTube をねやりましょう。うん、で1年ぐらいさ、まあそのな、まあ仕事しながら、就職しながら、まあその、YouTube やって、で、1年後にさ、登録者が何人いるかで、そのまあ、その会社を辞めて、まあフリーター集めるアルバイターになって、本格的に役者を目指すかどうかを決めればいいと思うんだよね。はっきり言うけどね、1年間で、登録者、まあ5000人から1万人いかなかったら、まあ、まず売れないよね。うん。なんでかっていうと、別にさ、5000円のチケットをさ、5000人とか1万人に売れって言ってんじゃなくてさ、登録するのなんかただじゃん、YouTube。ただの YouTube チャンネルを、5000人から1万人程度ね、登録させられねえようじゃ、まず売れねえと思わない？普通に。うん。ただだかんね。5000円のチケットを、5000人とか1万人に売れなきゃ売れねえよなんて言ってんじゃないかんだ俺。登録するのがただの YouTube チャンネルをね、5000人から1万人登録させろって言ってるだけだからね。うん。ただだかんね。うん。ただだかんね、登録すんの。そこで5000人から1万人集まんねえよじゃ、まあ売れないよね。うん。まあだから趣味とかでやる分にはいいんじゃない？だからやっぱ役者やるってさ、リスクあるから、二十歳から始めたとして、まあ30、40頃に辞めた時にさ、もう社会的立場とかやばいからね。うん。まあ自分だけがやるんだったらいいけど、家族も巻き込むから、だから、そうな、本当 YouTube始めて、1年で、まあ登録者5000人から1万人いかなかったら、もう適性がないってことで、まあ辞めた方がいいと思うよね。うん。だから、今そういうさ、指標になるものがあるからいいよね。うん。自分の可能性とかがさ、わかんないけどやりたくてやるわけじゃん、みんな。そういうのってさ。でも、YouTube ってもんがあったら、それでさ、1年間さ、ね、タレントごっこやってさ、何人集まるかで、見えてくんじゃん、自分の歌詞とかがさ。うん。だからその危ない橋をね、渡らずに済むかもしんないよね。うん。って、そういうふうにね、まあ思ったって話ですね。はい。俺もね、まあ、役者時代に、なんちゃって役者時代にさ、役者もどき時代にさ、いろんな話題作品出たけどさ、ねえ、極戦が異例ですよ。あの番組仮面ライダー俳優3人出したからね、3人。ね。仮面ライダーカブト、仮面ライダーガタック、仮面ライダーシグルド。ね。あと、逃亡弁護士の時もさ、ね、仮面ライダービルドに出てきたブラッド・スターク出したじゃん。そうやってさ、ライダー萩をさ、出した番組に出てたのにさ、俺なんか、もう今、底辺だからね。うん。なんで俺こんな、底辺なのって言うて。うん。いいんだよ、別に。仮面ライダー萩を出すような、底辺なんか出さなくていいんだからさ。うん。